さてさて、何をしていたんでしたっけ？この前この部屋に入って、あ、じゃあ今日はこの辺にしとこうって言ってやめたんですね。あと槍を買った。あ、なんかポットがチャージしている。で？うわ、硬い。で、あそこのでっかいロボットを修理するためのパーツを探しているんでしたっけ？お、ちょ、間違えた。ボタン間違えた。そう、この動きを見ていただいたらわかると思うんですけど、久しぶりなんです。ちょっと忙しかったのがありまして、久しぶりなんですが、プレイ時間見たら今7時間半ぐらいなんですね。結構やってるなと思うんですけど、このゲーム何時間ぐらいあるんですかね、このペースだと。おそっちかな。待って、ちょっとクエストを確認しよう。進行中のクエスト、巨大ロボの調査。これ、脳回路を修復するために新品のネジを入手。だから、これは？やばいな、このクエストが何のクエストなのかちょっとよくわかんないな。裏切りの夜波。これもね、行ったんだけど、見当たらなかったんですよね。写真。これも写真かな？写真。あとはどこだ？これも写真でしょ？あ、違う。ここだ。ここに行かなきゃいけないんだ。砂漠ですよね。これは写真？違う。失踪したレジスタンス。なるほど。わかりました。じゃあ、まずは、このロボットちゃんを修理しよう。もしかしたら、なんか、ロボットの腕とかね、武器で手に入るかもしれないんでね。というわけで、カットかな？待て、なんだこいつ。ちょっと待て。あ、左右に展開してくる。なるほどね。いやー、敵がなんか強くなってきたな。そして操作がおぼつかない。何も落とさない。なんかくれよ。頼むよ。っていうかやっぱあれだね、敵が全体的に強くなってますね。ちょっと砂漠も怖いな。さて、それで赤いところまで来たんですが、あ、砂漠の敵は弱いままだ。と思ったらなんかいる。あいつが多分ネジくれるんだろうね。おはよう。おはよう。うわ、ちょっとなんか見たことない攻撃してるな。やっぱりこいつの背中のを壊さなきゃダメかな。おお、びっくりした。レベル20。腕壊れた。うお、何？お、なんか
結構長めの攻撃をしてくるね。頑張れ 9S、 ナーイス。今ナインズだけにねって言おうとしちゃった。ははは、オッケーオッケー。これであれ伸びたコイル、こっちかな。新品のネジ来ましたね。このネジがあればあの大きな機械生命体を修理できますね。オッケーオッケー。じゃあ戻ろう。さあどうなるかな。47分後、細かいな。よし、これでどうだ。綿プス110、自製造下、ん、現在座標とか。何かのデータが再生されているみたいですね。ちょっとこの1って出続けるの相当シュールだったな。止まったけど。でも機械生命体に意識なんてありませんよ。点点点。このロボットが作られた工場の情報、読める形にして保存しておきますね。それありがたい。アーカイブを入手しました。エンゲルス 110B 記録0005。なんだ。そういうことか。新品のネジ4本ね。目標地点の情報を入手。マップにマーク。工場の情報から何か分かったことはある？いえ、奴らの製造過程が分かっただけで。機械生命体についてはまだ分かってないことが多い。どんな情報でもいいから集めておかないと。真面目だね。今度はどこだろう。あんまり遠いようだとあれかな、メイン進めた方がいいかな。あれ近い。ここならすぐ行けるねと思ったけど、思った場所と違うか。いやそうだね、砂漠行く前のあの広場だ。あ、ここもあー、そういう感じ。近場から埋めていくか。ドーン。よくやったポット。次はここかな。これも気になるんだけどね。ちょっともう一回だけ裏切りの夜波も探してみましょうか。今回もまたね、サブクエ会みたいになってしまいそうですね。何？クエストとは出たけど、ロックオンもできないし。迷っちゃダメだ。
人生は短いんだ、疾風のように生きていこう。ちょっと最初の一文が読めなかったぞ。そういうわけでどちらが早いか僕と勝負だ。自分を信じて明日をつかめ。何？え？第1回スピード競争選手権。どこ？あ、はい、わかりました。ザコは無視でいいんだよね。何？こっちか。地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空間。え、早っ。どうして？待って、しかもなんかメインクエが進みかけてるし。負けたー。もう一回もう一回もう一回。地下の崩落がどうこうって言ってたね。なんかショートカットないか。ないかな。あのロボが邪魔してくれればな。あいつ早い。待て、この辺ショートカットできないのか。これをやんなきゃダメ。もう一回やろう。あ、移動速度強化のチップをつけた方が良いのでは。しまった、気づくのが遅かった。攻撃しちゃダメだよね、さすがに。どうや？おっしゃ。どうだ？速い。だけどスピードスターにはまだ遠いな。次はもっとハードな戦いやろう。またな勝負を待ってるよ。うん、もういいです。どこですかね、ここは。ドロボットがあそこだから、あ、こっちでいいんだな。てか結局裏切りの夜波と全く関係なかったじゃないか、こいつ。くそ、騙された。
ここさっきスピードスタート競ったところか。やりな、かっこいいんだけど隙がすごい。なんだあの変な敵は。待って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 、嘘でしょ。気持ち悪い、なんだこの敵。これロックなしで倒せる気がしないんだけど。なんかでかいロボットが結構倒れてるね。でこれを倒せばいいのかな。さすがにこいつの攻撃は慣れてきたな。とか言うと危ない。プシュー。これであの大型兵器を修理するための部品が全部揃いましたね。あっちに行くんだね、メインクエストは。まずはロボット。53分後。喋った。エンゲルス。私の名前はエンゲルス。製造番号は 110-B。 人類西暦11,934年2月。人類西暦って普通に西暦でいいの？1万年後だな、ほぼ。同年8月に、初出撃。ハチュって。現在の状況確認が必要。おっと？本当だよ、びっくりしたよ。そうだね。アンドロイドに倒されて現在動くことができない。おとなしく持ってる機密情報を渡せ。ちょっと待て、高圧的だな。よくないよそういうの。そう、まあ意思ないと思ってる相手だからね。了解した。え、従順。そんな顔して従順。顔見えないけど。クエスト報酬5000Gと750経験値。エンゲルス 110-B 記録0010。本当だよね。
当期の任務はすでに達成されており、現在は命令者不在。へえ。これで戦闘兵器なの？いや確かに強かったけどさ、なんか地ならしとかのが得意そうだけどね。結構フランクだ、期待するな。感謝されてる。すごいなんか、なんだ、人間味のあるやつだな。どうして？暇だから。まあ動けないもんね。とうとうまだ赤いぞ。少々疲れた、眠ることにする。はぁ、寝るんだ。その記録ってのはどこで見れるんですかね。データかな。アーカイブ、エンゲルスの記憶、05から。搬出記録2月14日、承認2月14日。エンゲルス型要塞破壊合体可変歩兵。なんて？エンゲルス型要塞破壊合体可変歩兵。4体。110の A から D。要塞破壊のための兵器なんだね、こいつは。エルンスト型大型制圧飛行兵器1体。へえ、そんなのもいるんだ。大型制圧飛行兵器。次は銃。概要。エンゲルス型要塞破壊合体可変歩兵。製造番号110の B。110の B の方がそれっぽいかな。まあ、いいや。製造年月日。人類西暦11934年2月14日。記録。初出撃。人類西暦11934年8月3日。へえ、半年ぐらいで出た。総殺戮数11345人。最大コンボ数234。総得点9430。なんだこれ、ゲームやってるぞ。コンボ数って。状況。要修理。両腕部機能不全。要修理。脚部崩壊により歩行不可能。要修理。記憶装置に断片的なエラーを確認。要修理。音声システム機能不全。これは、その時のことってこと？現状？まあ、何にしろ大した情報ではないな。なんか、ゲームっぽいってだけ。裏切りの夜波。これがさ、なんかおかしいよね。始まらないというか。さっきのね、スピードスターに。あ、そうだね。トゥビは特に反応なし。あ、これもうちょいそっち側か。下？もしかしてこれエンゲルスの上か？ああ、やらかした。あ、なんかある。宝箱か。いちいちアクションがかっこいいな。あれは。あ、まさか。戦う？捕獲命令を受けている、ヨルハ部隊員、トゥートゥービー、およびシックスフォービーと確認。トゥートゥービー。バカ、追ってな！武装展開、隊長に連絡！おお。あなたたちには任務放棄の罪で、司令部から捕獲命令が下っている。おとなしくして。うるせえ！
そんなに強くはないか。すごい元気な性格をしてるな。うるせえって言った。お、持って、おお。そんなに強くないな。ドーン。これ肉薄すると無条件で投げられるのか。そういうことじゃないか。ひるんでるから投げられるってこと。隊長からの通信、撤退命令です。了解。させねえよ。やばいやばい。あ、逃がした。マジか。まさかエンゲルスの上にいるとは。あ、でもちゃんとクエスト始まったね。とりあえず次は奴らかな。